皆さんこんばんは。ポリゴンポリゴン、ツーポリゴンです。さあ、バーサス乱入戦やっていきましょうか。まあ、ミホーク戦だね。事前編成組ませていただいてますので、詳細はね、概要欄の方を見てください。はい、パーティーメンバーはこんな感じなんですけれども、ヤマトの位置にちょっと注意が必要っすね。僕、事前編成だと、サレツにね、ヤマトくん置いたんすけど、サレツ封じをね、ボス戦でされちゃうので、ヤマトくん封じ解除要員なのに封じされちゃってどうすんの？バカなの？みたいな感じになっちゃってるんでね、ウレツの方にヤマト置きましょう。まあ、これでいこうかな。いきまーす。フレンドはですね、ウソップです。で、ルッチなんだけれども、俺の感想言っていい？超かっこよくない？ルッチめちゃくちゃかっこいいやん。おどろおどろしいね。こう、炎の帯という、なんだろうこれね。神様がまとってる衣みたいなやつね。超かっこいいなと思いますよ。はい。さあ、必殺弾巻き戻しとかは、コアラの船長効果で解除できてるので問題ないのと、お邪魔する変換は、ルフィでいこうかな。ルフィ撃って、一定以上ダメージ軽減状態も解除して、お邪魔も、地属性ないし、なんだっけ。なんかにします。はい。で、やけど状態とはルッチだね。ルッチの必殺を使ってあげてやけど状態解除。さあこれでいきましょう。まあ飛ぶんですね。飛んじゃうんすね、すぐね。はい。さあまだまだということで、ボス戦来ました。おい。さあここからですね。まあしびれ状態というか麻痺スローだね。受けるんですけど、封じ状態を一緒にされるので、レイリーがね、解除してくれて、しびれ状態解除で麻痺スローは、持続性と。でコアラのカラスかサポート、コアラのカラス動物多いな、が封じ状態一旦解除してくれるので、ここでは、ヤマトをね、撃てば封じ、おいなぬなぬ技スロットがなくなっちゃったよ。ちょっと待ってくれ。うわー、そういうことか。ヤマトは下段に置かないといけないですね。じゃないと技スロットがなくなりました。自分の攻撃で、なんだ、自分を苦しめとるんだけれども、なんだこれ。技スロー余計なことしてんじゃねえぞ、このヤマトちゃんよ、っていうね。これ多分ね、どうしようもないんですよね。これやったところでさ、なんかできんのかな？うわ、やべえ、マジかよ。スロット変換できねえじゃん。なんかバリア向こうのキャラとかいねえのかな？バリア向こうのキャラとかがいることを祈って、ちょっとぶっ飛ばしてみようかな。ですね。一旦ね。よし。誰かしらがバリア、いや、いねえな。だってこいつら、潜在能力全然アップしてねえもん。まあ、いきますかね。誰かしらさん、誰かしらが、何かしらで、スロット、バリアをなくし、バリア無視攻撃できますように、お願いします。あ、ヤマトちゃんダメ。あ、ミホクちゃんもダメ。コアラちゃんもダメ。アルギーなんてダメ。ルッチもダメ。いけたいけたウソップナイス。フレンドウソップナイス。あのね、ヤマトはね、下段にしてください。ウソップがナイスすぎた。誰かしらがね、バリア向こうのね、潜在能力を持ってるかなと思ったら、ウソップちゃんが持っててくれました。ありがとうございます。はい、14.2 倍ですけれども、ボーナスステージだとね、これに 1.5 倍ついてきますから、まあ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 、14のプラス7で20何倍かな、はありますね。乱入戦は以上。ふう、危なかったぜ。参考になりましたでしょうか？チャンネル登録の方と高評価お願いします。さよなら、バイバイ。よー